らが、まあ、iPad 版の Lightroom CC になっておりまして、Lightroom CC は、一眼カメラですとか、また対応している iPhone などの、モバイルデバイスを取ったローデータですね、そちらの現像を主な目的としています。Lightroom CC の特徴としては、データを全部クラウド上に置きまして、モバイルデバイスで使っている時も、パソコンで使っている時も常に同じ写真、同じ結果を共有することが可能です。現像エンジンとしてはモバイル版も、パソコン版も同じなので、フル機能を使ってさまざまな色ですとか明るさの調整、ノイズリダクションですとか行います。また、写真の、現像だけでなく、整理の機能ですね、整理整頓する機能も非常に充実してまして、例えば AI が判定した、画像検索機能で例えば、動物と入れると動物の写真だけが表示されたり、人物の名前を入れるとタグ付けされている人物が出てきたり、そういった検索などを行うことも可能です。こちらですね、モバイル版の方は、無料で、ダウンロードしてお使いいただくことができて、こちらはクラウドの保存容量が 2GB になります。で月額で、月額980円で、ご契約いただくと、パソコン版とモバイル版両方が使えて、ストレージ容量が、100GB になります。その他ストレージ容量を増やしていくという、追加料金のプランもございます。このような形。ちなみにモバイル版が無料で使えるということですけれども、機能的に制限はあるんでしょうか？機能制限はございません。クラウドの、保存容量が少ないだけです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。